島根県が22日に開いた竹島の碑記念式典に松本洋平内閣府政務官が出席したことを受け、韓国外務省の李尚徳東北アジア局長は23日、在韓日本大使館の金杉健二総括公使を呼び、抗議した。韓国外務省報道官は22日の声明で、日本政府が3年連続で内閣府政務官を派遣したことを非難。国交正常化50周年に新しい関係を切り開いていくという日本政府の誠意に疑念を抱かせると批判していた。